こいつ。ほんま。うまいな。エミさんの2位それなんや。めっちゃめっちゃ美味しいな。このモスバーガーさんの方が一番好きなんですよ。好きなモスバーガーベスト3、ということでございまして、こんにちは、語り部は六王団ナリソーです。今日はモスバーガーということでございますけれども、はい、お好きですか？モスバーガー大好きです。うん、やっぱりもう なん言っちゃっていいのかなって感じなんですけど、はいはい、全てのハンバーガーチェーンの中で、一番好きです。おー、あれもなんかわからんでもないですね。まあ、モスバーガーさんさんとかがいいかな。モスバーガーさん自体、はい、さんとかじゃん。モスバーガー自体が、はい、もう愛を込めて、言ってはるんですよね。今は知らないですけど、うん、いつか忘れたんですけど、はい、うちはファーストフードじゃないよ。いや、でもほんまにそのイメージですよね。ファーストフードではございません。うん、だからファーストフードはもう、まあ、他社さんとかで安い、はい、早い、うまいみたいな感じの、ですけども、モスバーガーに関してはそういうのじゃないと。うん、でもそれなりにファストですけどね。まあ、出てきますけどね。でもあのほら、内容がってことですよね。ちゃんとバーってやるんじゃなくて、うん、ちゃんと作って、値段もやっぱそれなりに高いんですよ。ほんまに作ってますって感じですよね。はい、今日の企画ね、うん、これもちろん当たり前ですけど、あの、はい、案件じゃないので、はい、古い芝居じゃないですか。はい、残念ながら。モスバーガーで今回俺買いに行ったけど、はい、行ったよ。うん、結構いきますよ、ね、行ったら結構、うん、ってなったもん。今日はモスバーガーさんのベスト3だということなので、もうすぐお腹を空かしてきましたけど、ね、何に向かってんって、はい、俺はいいつですか、めちゃめちゃお腹空かしてきましたけど、うん、はい、はい、とりあえずまあ、ね、言うことはやりながら言いましょう。はい、お腹が減って仕方がないです。はい、ということで、じゃあ早速参りましょう。はい、それではまずはリーダーの、はい、サインお願いします。てはっはー、これチリドッグなんですよ。あ、チリの方ですか。チリの方、はいはい、ホットドッグもあるんですけど、はい、これね、モスバーガーよりホットドッグなんや。これ聞いたことあるんですけど、ホットドッグめっちゃ美味しいって言って聞いたことあるんですけど、あのね、食べたことなくて。あ、そうなんや、ね、結構前にも俺一回ホットドッグ食べてて、はい、あのアメリカ遠征とかでホットドッグ多いじゃない。うん、それの兼ね合いもあって、うん、兼ね合いもあって美味しかったんですよ、アメリカで。はいはいはい、で日本ではあんま食おうと思わなくて、うん、でふっとモスバーガーにホットドッグあったから、うん、似てたんですよ、はい、で買ってみたら、うん、は美味しかったですか。その中でなんか3種類ぐらいありますよね、うん、あのね、辛いや、ほんまに辛いやつは、はい、一番辛いのがあるんだけど、死ぬほど辛いの。なるほど。痛い、辛いというか、痛い、うん、辛いもん好きはいて、もうこのままですよ、うん、でね、うん、もういただきますよ。はい、どうぞ。はい、あー、美味しそう、これ中のソーセージ、でっかいですね。めちゃめちゃ具なってますよ。何がなってるんですか、これ。この上のソースがこれに近いですよね。何が乗ってるんですか。全然教えてくれへんうちに口に行きません。あ、なんかラストは今チリの香りがしたツンと。全然感想を教えてくれないじゃないですか。もともと家庭に行くみたいないいんですけど、乾杯はい、あのね、チリビーンズですね、言うたら。あ、豆がちょっと入ってるんですよ。はいはい、美味しそう。あの刻み玉ねぎと、うん、これ、なんだろうな、モスあのね、モスバーガーのソースとちょっと違うと思うんですけど、辛さで言うとどの程度なんですか。あ、結構辛い。あ、結構辛い。もうじゃあ辛いもん好きさん用ですか。あの今まで、うん、そのまあ、必ずそのメンバーにレシピ見てやんか、はい、で、これ辛いわ、これ大丈夫やわって言ってやんか、うんうん、あれで言うと、イグさんも絶対合うけど、あ、ほんまですか。まあ、僕が、おー、程よい辛い、うん、僕の中でも、うん、辛さ的に言うと、うん、まあ、限界この辺やったら、もうこの辺が不快感があるとしたら、この辺なるほどね。
ここ3つありますよね。ホットドッグ、チリドッグ、スパイシーチリドッグ。そうそう、だからの中の真ん中ですか、チリドッグ。そうそうそう、だからお嫁さんやったらホットドッグにしてみたいな。あ、なるほど、もうチリドッグなんですよ、うんうん、でもね、そんなスパイシーチリドッグがめちゃくちゃ知らなかった、びっくりした、びっくりした。あ、それも食べたことあるんですか、うん、まあ、アホかと思った。へー、もうこれはもう俺からしたらもう外資数しかなかったから、うん、食べるたびに嫌やなと思ったから。へー、改めてメニューを見てもいいですよね。いや、本当にね、おすすめなんで。ちょっと贅沢なバーガーですもんね、モスバーガーって。あ、うん。うん。ほんまのおすすめですよ。めっちゃね、うん。あ、めっちゃ普通に食事しよう思ってますよね。いや、もうほんま、シンクリーンもすごい大きいし。全部今食べようと思ってますよね。パンも柔らかいし。はい。めっちゃこれで、うん、あの、十分です。うん、あ、めっちゃいい香りします。あの、ほんまもう、うん、表現の仕様なので、うん、まだホットドッグ食べたことないなっていう人は一回ちょっと騙されたと思って、はい、彼らが好きやったらもうチリの方がまずいと思いますんで。なんかあのタコスとかタコライスとか系ではないですか。いや、違う違う違う、どっちか言ったらチリビーンズに近いと思ったら、これはもうほんま食わなわからんと思うんで、食ったら、はい、あ、コネさん確かに間違えてへんまで絶対思うと思う。これ食ってしょぼいなんて絶対思わへんから、なんか食べてみようかな、はい、ホットドッグ。ホットドッグでした。はい、定点チリドッグですけどね。もう目を出れますわ。それでは、上位の第3位、どれやったかな、こちらでございます。じゃん、フィッシュバーガーでございます。あのね、フィッシュバーガーって私他のハンバーガー屋さんであんまり食べないんですね、うん、まあ、たまに食べるけどっていう程度で、そんな頼んで頼まないんですよ。だけど、このモスバーガーさんのフィッシュバーガーめっちゃ美味しいんですよ。食べないわ。でください、あのね、お魚全然臭ないし、タンはそうやし、玉ねぎとかがね、なんか入ってたりしてね、結構なんか料理もあってんの。そう、ね、出来立てが美味しいのでね、テイクアウトというか、もうお店でも絶対食べていただきたいんですけど、そチーズとかだと、いろいろ入ってます、なんかマネーみたいなのが入ってて、こんな感じでね、いただきたいと思います。いただきます。うーん、このね、なんていうんですかね、お魚のフライというんですか、ね、あ、はいはいはい、これめちゃめちゃ美味しいんですよ。うちなみに他のフィッシュバーガーは食べたりするんですか。他 の、 あのメーカーさんの、メーカーさん、お店さんのも食べることあるんですけど、うん、もう私このモスバーガーさんのが一番好きなんですよ、うん、お魚の旨味があるというか、あのふっくらしてるんですよね、全然あのたっぷり入ってるというか贅沢なんですよ。これね、めっちゃ美味しい。マヨネーズ入ってるな。本当ね。マヨネーズに近い。うんうん。ですね。あ、フィッシュバーガーいいな。マヨネーズソースになるのかな。で、なんかね、玉ねぎのみじん切りが、あのモスバーガーとかに入ってるようなみじん切りが入ってて。なんかあれやな。フィッシュがすごいな。そう、贅沢にね。なんかフィッシュバーガーってね、なんかちょっとかまぼこ的なイメージがあるぐらいやけど、なんかえらいフィッシュしてんな。めちゃめちゃお魚なんですよ。なんかほんまにあのほぐした切り身がすごい入ってる感じ、うんうん、フィッシュ感がすげえわ。確かにフィッシュ感がすごいわ。ふわふわなんですけどね、お魚もパンも。フィッシュ感じてなかないな。うん、すごいな。ああ、じゃあ、昨日は、確かモスバーガー行ったら、うん、もうこれ食うっていうのが結構あって、ありますよね。だからその、俺から言ったらさっきのチリドッグ行くのも、結構な頑張りやったのよ。うん、これって決まってるからね。なるほどね。なかなかサイト的なものとかに行くのが、なかなか、その勇気がいりますよね、うん。だって今日はこれが食べたいってなってるわけですもんね。モスバーガーに関しては何でもいいから、とりあえずモスバーガー行ってて、あんまなれへんよな。うんうんうん、モスバーガーでとりあえずこれ食いたいなって思っていきますもんね。そう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 、はい、分かる分かる。これもうだってマヨたっぷりですよ。そう、これ玉ねぎも入ってね、めちゃめちゃ美味しい。これほんまにあのちゃんとフィッシュバーガーなのでぜひ食べてみてください。次の、第2お願いします。はい、私の第2位こちらでございます。タタン、エビカツ。これこれ季節もんなんかな、エビカツバーガー。これです、これです。今の今のダイエットがあるんですけど、まさにこの今やってるこの、これです。これの白のタルタルソース。
え、おいおいしそう。赤のオマールソース。赤のオマールソース。オマールソースもないんですけど、とりあえず白のタルタルソース。これね、特に食感系なしに普通にお蕎麦が行くんで、はい、あ、うまそうやなと思って、エビカツ好きなんで。あ、美味しいですよね。あの、昔食べたかな。エビカツサンドとか好きなんですよ。あのサンドイッチやパン屋さんとか行った時も、うん、だいたいエビカツがあってエビカツサンドに行っちゃうんで、それの、まあ、こともあって頼んでみようかなと思って食ったらですよ、事件やったんですよ。へー、あ、美味しいです。最近エビカツって食べてないですね。美味しそう。いや、これね、うん、事件なんですよ。事件。いただきます。うん、すごい、飲めんのよ。もう完全にテロップこうなってますけどね。マスとか三角とか、ね、これはうまいよ。もうね、めっちゃ美味しそう。あー、食べちゃうから食べてるんだよね。うまいわ。うん、うまっ。エビがもうプンプンなんですよ。これめっちゃ美味しそう。今度頼もう。あ、うまっ。赤のオマールソースも気になりますね。1位2位が貼ってる。今確かに2位が。いや、もう1位これ。めちゃめちゃ美味しいですね。うま、今年は2つのエビカツって書いてます。うわ、うま。へぇ、あ、エビカツバーガーが、うま、うるさいな。エビカツバーガーがリニューアルで、で、エビカツオマールソースいうのが期間限定だそうですね。かもしれない。さらにマダイカツというのもあるそうです。数量限定で。まだうまなんのこれ。いいよ。リニューアルされたエビカツバーガーということで、こんなうまなる。エビカツバーガー、こんなうまなりますか。おいしそう、それ。ほんま。うるさいな。案件にしてもいいぐらい。案件にしてもいいぐらい。それは向こうが決めるから。来ないですから。いや、ほんま。おいしい。これやばいな。豊富ですよね、っさんって美味しいの、ね、いっぱいありますよね。ごめんごめん、前でも3つに絞れない。チリドッグ、所詮3位ですわ。なんでそんなも言い方なの。はい、差がすごいのよ。お前ですか。いや、うまかったよ、チリドッグ。めっちゃうまかったよ、いや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 ですわ、いやいやですわ。これ値段的には40円違いですかね。この40円はでかい。普通の40円じゃないですよ、これ。ありまへんね、これ。で、今はエビがまずプリプリなんですよ。で、パンが柔らかで、キャベツたっぷりなんで。子供たちが元気に食べるのかな。あの、体育館あるんで。ここはちなみに調理室でございます。はい、まあ、ざっと言うと、つかない説明でございますけれども、はい、まあ、エビプリプリも、ほんまにエビ入ってる。クラッシュされてないんですよ。結構たくさん入ってますね。エビがね、今ところ狭さ入ってて、キャベツもめっちゃ入ってる。キャベツがね、シュワシュワで柔らかいんですよ。シュワシュワ、シュワシュワです。で、シュワシュワなんですよ。食ったらわかるから、シュワシュワやね、ほんまに。はい。で、このソース、はい、これちょっと柑橘入ってんじゃん。白のタルタルソースのやつですね。うん、ちょっとね、レモンとか入ってる気がする。あ、まあ、タルタルソースなので入っててもおかしくない。めっちゃ爽やかに、それが、うん、隠し味的に入ってんちゃうんで、うん、ガーンって食べてきょんねん。柑橘の通りでガーンって食べてきょんねん。なんでそこからめちゃめちゃ美味しいですね。見てほら、エビプリプリやで。ラーメンに全然あれですけど、エビプリプリなんですよ。これはうまいわ。全部今食べよう思ってますよね。うん。というわけで、僕の1位、そういう食事したはず。1位、エビカツバーガーです。1位。2位ですよね。2位やけど。それではバーさんの第2位でございます。もうこちらがモスチーズバーガ ー、もう王道ですよね。王道ですよね。もうだってモスバーガーに行くということは、うん、このやばいな。わかったよ。モスバーガーに行くということは、このミートソースが食べたくて行くということに、まあ等しいですからね。このチーズ入りのちょっと贅沢な方です。チーズ入りにすると何本上がる、うん、30円上がるんですかね。なんですけど、もう贅沢に行きたいときはこっちのチーズ入りでございます。見てください、このミートソース美味しいんですよね。この下に溜まってね、三角形のところにね、まあ、
じゃあちょっといただきますね。めちゃめちゃ溶けてますよ、チーズが。とろけております。うん、モスバーガー行ってこれ食べへんかったら何食べに行くねんってぐらい。そういうやろね、うん、モスチーズバーガー食ったことないかも。何ですか？モスバーガーはモスチーズは食べたことない、うん、あ、ほんまですか？もチーズ何でもチーズにしへんかったら、あ、チーズ美味しいやっぱり、うん、ちょっと入れたら、ちょっとまろやかになります。クリーミーな感じが出るというか、うん、めちゃめちゃ。ほんでまたね、このみじん切りの玉ねぎがね、美味しいですよね。シャキ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 。トマトが入ってるし、グーがだからすごいんだな、このこれ系のやつは。ほんでね、やっぱりこのあのたくさん中が入ってるので、こぼせへんように食べるのが大変。ザクロを種をこぼつに食べてくれみたいなやつ。たまにこれ上下を逆さまにしながら食べるけどね。うんうん、こっちも食べないと思われるの。そうそう、置き物やのに、まっすぐなんかタレついて、大変だろ。大丈夫、今日は洗い物しました。ああ、そうですか。この、はい、このあれはええのよな、この、うん、トマトっていうんですか。そう、トマトがこれ輪切りがね、もう、ね、贅沢に入っててね。ああ、確かに俺、モス、何度もモスチーズにしいんだったのな、いつもモスバーガーとか食べてた。うん、チーズ入れてみてください、30円あげるだけなので。ちょっと今日は贅沢、そういう日は入れてみてください。へぇ、ミートソースがたもうだってこぼれてますもん、この中で。こぼれな。最後ちょっと切ってそうです。なんか溜まったやつがちょっともったいないけどな。ほぉ、なるほど。へぇ、お兄さんの2位それなんや。モスチーズバーガー。へぇ、これは1位楽しみなんだよ。でもちょっと意外やったら、意外やったら2位なんですよ。うん、モスチーズバーガー、ちょっと後でゆっくり食べますけど。こちら、モスチーズでございました。それでは、うん、私のリーダーの第1位です。はい、でで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 セルフドラムロール最後何のせモスバーガーです。あー、やっぱね、おじさんのそのモスチーズバーガー、はい、あれじゃないけど、モスバーガー、もうちょっとお安い。そう、いやいやいや、お安いっていうか、もうこれがね、うんうん、モスバーガーっていう名前がついてるでしょ、うん、やっぱこれですよね。モスバーガーはね、うん、モスバーガーなんですよ。ちょっと待った、アミバーガーの第1位モスバーガーでございます。モスチーズでええやん。違いますよ、モスバーガーとモスチーズバーガーはもはや別物でございます。え、待って待って待って、ラウンダウンすんの、ブレイクダウンすんの。ダウンじゃない、一番よく頼むのはやっぱりモスバーガーなんです。だってモスバーガーが食べたくてモスバーガーさんに行くんですよ。ご褒美やと思った時にモスチーズ食べるわけでしょ。はい、ご褒美じゃない。一番よく頼むのはこっちです。もうだってモスチーズバーガーはちょっと贅沢に食べたい時だけしか頼めないので、もうこっちのモスバーガー。あ、そう、うん、それでは、はい、心していただきましょうか、はい、これ。いや、もうあかんし、うん、もうなってるし、これこぼれそう。これはね、男たるもの、もう高齢なんてのは当たり前なんですよ。前提条件として食べる。あ、おいしい。うん、やっぱりね、うん、チーズあるかないかで全然味が変わります。別物なんよね。はい、おいしい。これもこれもどっちも美味しいの、うん、だから気分で、その日の気分でチーズ入りかチーズなしか選んでいただいたらと。うん、ミートソースが美味しい。うん、うまいな。これね、うん、モスバーガーのね、思い出がありまして、うん、誰って何か言ったかもしれないけど、これ昔、いてる。その時に、というわけで1位でございます。うん、はい。この感じですよ。今の話は何ですか？今の話はなしです。感覚でございます。で、何や喋ってたのに、うん、で、ですよ、はい、ここへ来て飲みたい飲み物、はい、持ってまいりました。番外編でございます。リーダー、また来ますか、飲み物。もう人材です。飲んでません。あのね、これ期間限定なんですけど、この前私飲んでめちゃめちゃ美味しかったので、ちょっとぜひ紹介したくて。あ、じゃあこれや、これや、
丸ごとレモンのジンジャーエール、リズ、甘夏ソース、熊本県産甘夏果汁 0.5% 使用でございます。めっちゃ長い。めちゃめちゃ、見えますかね、やっぱ中にめちゃめちゃくし切りのレモン入ってるんですよ。レモンか。そう、これめちゃめちゃ美味しいの。ジンジャーエールなんですけど、もうレモンたっぷりのジンジャーエールっていう感じで、うん、で、甘夏が中入ってるのかな。めちゃめちゃ美味しいの、これ飲んでください。めっちゃ入ってるやん。爽やかで、でも夏にぴったりなんです。あんまりね、レモンスカッシュとか普段飲まないんですけど、このレモンジンジャーエールはめちゃめちゃ好きです。おいしい。ね、これあのテイクアウト用のやつ、こういうなんかスプーンつけてくれてはるんですけど、これちょっとね、レモン潰したりしてね、味を調整しながら飲めるんですよ。超美味しいね、これ。してます？飲んでください。普通のですか、それ？うん、あー、もうレモン入り、ちょっと何分10円か上がるのかな。ちょっとだいぶ贅沢なドリンクなんですけどね。飲んでください、510円。出たわ。ライブハウスのドリンク割に、あれですけど。いや、倍、いや、俺のジンジャーエールの倍以上やで、それ。うん、250円だ。あ、だってこんだけレモン入ってるんですよ。さらに水甘夏ソースですから。でかいか、ちょっとでかいか。だいぶでかい、だいぶでかい。あ、すごいな。もうめちゃめちゃ美味しいし、かわいいし。これは飲んでください。ライブハウスのドリンクやろ。ライブハウスのドリンクやろ。中身が全然違う。だからもうファストフードのドリンクじゃないんですよ、ミントドリンクでは。カクテル的な感じやね。そうそうそう、だからなんかレストランとかで出てくるようなドリンク。ボスラのすごいなって思うのは、値段であれよね、コミヒ。そうですね。それはええもんやねんから、値段もそれやろ。逆や、値段いただくから、その分ええもん出せますって。うんうんうん。ほんまに存分に美味しいものを提供してくださる。確かに、ごまかしが一個もないよね。その安くするから、ここちょっとごまかしてとか、ここちょっとうまいことやってがない。うまいことやってへんねん、全部な。そう、ええな、これ。あの、なんていうかね、ライスバーガーとかもあったりとかね、いろいろあります。あの、このモス、なんていうか、お野菜で挟んであるバーガーとかもありますし、ね、本当にいろんな。昔ね、このモスライスバーガーの焼肉、発売当時行ったことあるのか、あ、美味しかった、すごい。おにぎりやな、みたいな、焼肉おにぎりみたいな。あれもね、いいですよね。だけどやっぱりモスバーガー入ったらモスバーガー頼んじゃうな。だから今日はなんとかにしようとか、今日はあのそれこそサイドメニューにしてみようとか思っていくんですけど、行ったら行ったでモスバーガー買っちゃうんですよね。これ俺確かに順位1位モスバーガーにしたけど、うん、ごめん、改めてエビカツバーガー1位やわ。どんな意味やねん。いや、モスバーガーが美味しいのは安定なんですけど、うん、買ったわエビカツバーガーが。あ、もう食べて、こう食べて。やっぱ2回目は、うん、うまーって終わったんやけど、うん、2回目改めて食って、あ、これ1位やなって、うん、すいません、ランキング上は2位で計上してますので、2位でいいですけど、はい、俺の心の中ではエビカツバーガーが1位。心の中のランキング、真実のランキング、はい、トゥルーランキングではエビカツバーガーは1位です。真実のランキングってなってきたら、今までのやつがもう真実のランキングじゃなかったみたいな。いや、真実やねんけど、リーダーよく覆りますね。今食った瞬間に変わった、うん、あのミスドのやつと。そうすぐ覆ります。あれ、あのね、あれ今やね、あのダメってかなんかで言いましたけど、はい、あのミスドのお指さんも買ってきた、はい、なんだろう、ポップ第3位の、はい、あれは僕今1位ですからね。俺もうすでに今もうすでに順位変わってるっていう。さんざんなんか罵倒してきた割に。いや、これいい企画なんですよ、うん、自分を見つめ直す、ランキングを見つめ直すという。まあ、ちょっと勉強してから来てもらっていいですか。出てきたんが最近やから、だから、うん、そういうことが古ければいいと思うんじゃなくて、新しくても美味しかったら歴史を覆すことができる。そういうの、エリカツバーガーはそれぐらいの価値がある。もうほんまマジでエリカツバーガー食って、以上、好きなモスバーガーベスト3でございました。エビ嫌いなやつ以外は絶対いけるはずや。エビ嫌いなやつ以外は絶対いけるはず。チャンネル登録お待ち申し上げております。